タバコを吸うタイミングで一番美味しいとか言うと、飯の後じゃない？でもマジで別に吸ってないなら吸わん方がいいと思うよ。何もいいことない、多分幸福度低いらしいしな。まあでも俺は吸ってない、俺の幸福度を忘れたけん今の俺が一番幸せ。マンジ映画とかドラマってさ、あのさ、なんかさ、なんかタバコ吸う時のなんか葉っぱが燃えるさ、燃焼音みたいなのね、めっちゃ大きくとっとって、もうあの音いい音なのよ。あの音で起きたい、あれをアラームにしたいぐらいタバコの葉っぱが燃える音が好きで、マジでムラムラしたわ。タバコは誰から悩ましたっけ？クローズ。いや、そもそもさ、俺らの代でタバコ吸ってるやつなんて全員クローズ見てかっこいいと思ったけん吸い始めて、絶対っていうか、そもそもタバコ吸っとるやつでかっこいい以外から始めてるやつ嘘だろ。いる？かっこいい以外の理由でタバコ吸い始めたやつ言うてみろよ。なんかたまにおるっちゃ、いや味が好きだからみたいな、生きんなよマジで。かっこいいと思っとるだけやろが。そっからニコチン中毒になっていくと人は、俺だもう絶対かっこいいと思って始めたもん。結果後悔しかないマジで。もう肩身は狭いわ、もう女受けは悪いわ、金はかかるわ、いいこと一個もないよマジで。許せ、ニコチン中毒者やし。無理です、終わりです。タバコやめれるやつすごい。一生値上がりしそうしな、悲しいよな。ガチデメリットしかないよ。やめて3週間経ってうぜえ禁煙マウント取られた、は別に俺もやめてほしい。アメリカ、いや喫煙所多いっていうか、普通にどこでも吸える、どこでも吸えるけど子供の近くでは吸わん、子供の近くで吸わんかったら別にどこでも吸っていいんじゃないぐらいの認識っぽいわ。こっちすごくいいと思います、そういうの。海外の方が多分、いやまあ国によると思う、めっちゃ日本は安い方なんじゃない、どっちかっていうと。分かんないけど、分からんで、ね、僕このタバコも社長のタバコで、社長のタバコ、社長のカードで勝手に買ったけん分からん、勝手に買ってやったわ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。